はーい、皆さんこんばんは。はい、じゃあ本日の添削させていただくイラストの話からしていきましょう。作者名はタラコマックスさん。このイラストはクロピ様、クロピさんっていう VTuber さん、個人活動されている VTuber さんの待機画面イラストとして描いたイラストのようですね。いや、すごく綺麗で可愛いよね。めちゃくちゃ絵のレベル高いなと思いました。気になる点、部屋が少しばかり平面的に感じるため、もう少し立体感を出したいです。写実的な要素をもう少し取り入れてみたらいいのかなと考えています。しかしどのように取り入れたら写実的な印象になるかわからないといった状況です。部屋の空気感をもっと出したいです。先ほどと同じような内容になってしまうのですが、二次元の世界があって、その一場面を切り取った写真のようなイラストにしたいです。個人的に今の現状だと、部屋と女の子が本当に少しばかり別の空間にいるような印象があります。ライティングで問題があれば直していただきたいです。今回のイラストは斜め上から光が差してきているイメージなのですが、ライティングでもっとこのようにしたら良くなるなどのような、竹花ノート先生が直した方がいい部分があれば添削していただきたいです、ということでね。まあ僕がこの絵をパッと見た時の感想は、めっちゃうまいなっていうなんか毒にも薬にもならない感想をね抱いて、僕はこれを添削できるのだろうかみたいなねちょっと不安も若干あったんですけど、添削の方ねしっかりしていこうと思います。じゃあまずはね、いいポイント、グッドポイントですね。というわけで、まずまあめちゃくちゃうまいよねうまいです、めちゃくちゃ。正直まあさっきから何度かこう口ごもっているように、僕これ添削すんのってちょっと思ったくらいには上手だと思います。でまあ全体的にクオリティが高くて、で塗りとかタッチとかもいいんじゃないかなと思います。でまあ、線画もね丁寧でとても綺麗だと思います。まあ、ちょっとねグッドポイントにあの添削文も入っちゃってんだけど、まあ、欲を言えばもう少し勢いがあるといいかなというふうには感じますね。で塗り、綺麗で違和感なく質感を出せているところが多いです。グッドということで、まあ、全体的にやっぱ雰囲気はねきちんと、うん、作れてると思います。で顔可愛いですね、非常に。うん、このアイスをね加えながら、きっとさっきまでなんかゲーム配信をねしてたりとかしたシーンだと思うんですけど、なんかそういう生きてる感じがきちんとしていて可愛くて魅力的だと思います。で全体的にまあ統一感があって非常に優れたイラストだと思います。はい、なんか完成度としてはめちゃくちゃ高いですが、まあ非常に細かいところなんですけど、いくつか添削をねさせていただいたので、ぜひぜひ参考にしていただければなと思います。ライティングに関してっていう部分の話で、ここに書いてあるのは、今回斜め上に光源を置いたっていうことなんですけど、ちょっと光源が分かりづらいですね。この光源が分かりづらいってどういうことっていう話なんですけど、よいしょ。これさ、どこに何の光源があって、この、あの光のつき方になってるのかがちょっと分かりづらいよねっていうのが、立体感が、要はないっていうふうに本人が感じている部分の一つだと思うんですね。で、真正面から光が当たっているのであれば、足とかはまあ暗くしてもいいんだけど、ハイライトが当たっている部分もうちょい明るくなるんですよ。だし、あと強い光が当たるはずなんですよね。まあ顔とかもちょっと暗くしすぎかなっていう。まあ最近ね、こういう逆光的な表現は流行ってるし、別に悪いわけじゃないんだけど、その背景のさ、この椅子じゃないや、机とか他の部分にさ当たってる光の強さに対してさ、キャラクターに当たってる光ちょっと弱いんですよ。でそれがまあ部屋と女の子が少し別の空間にいるような感覚があるっていうものにつながってるんだと思います。
基本的に光源がいくつあってもいいんですけど、何かに遮られているとかっていうのがあるのでない限り、ね、物体に当たってるその光の数が同じなんだったら、ある程度同じようにその明るい部分っていうのは照らされるわけですよね。なんですけど、今回ね、この子の、まあ、服とかもそうだし、椅子とかもそうなんだけど、おそらく本来この白い部分なんだよね。薄ピンクじゃなくて、白い部分が、薄ピンクで、要は影になってるんだよね。で、机は白い部分が、まあ、多少ピンク味がかってるんだけど、それはあくまでこの周りにあるものが割とピンク系のが多いから、光が反射した結果白い部分がピンク色になってるよねっていう説明にはなるんだけど、ちょっとね、暗いんだよね、周りのコントラストに比べて。で、明るいか暗いかって、まあ光が明るければそのいいっていう話ではなくて、まあ いいっていう話にもなる話ではあるんだけど、どういうことかっていうと、コントラストの差なんだよ。で、背景は結構しっかりコントラストついてるの。この明らかにさ、分かりやすい影とさ、ハイライトっていうのが分かれてるんだけど、ここで斜めにバツンって。なんだけど、この光の強さに対して絶対この子にその強い光当たってないんだよ。光源の位置が、光源の位置と光源の種類っていうのがすごくあやふやっていうのが、同じ空間内にないように感じる原因の一つだからね。このね、光の 見え方だと、室内灯っていう前提にすると、この子の前に光がないとおかしいんだよ。で、前に光があるっていうことは、キャラクターのこの肌はね、別にいいんだ。正直肌の塗りは、服と椅子かなの色合いがね、ちょっと暗いっていうのが、なんだかその背景との不一致さを強調しちゃってる結果になってるので、それがタラコマックスさんが感じてた、なんか背景とキャラクターがフィットしないっていう部分の違和感の原因だと思います。まあ大きな原因はね、でもライティングの部分だと思いますよ。そこ以外はまあ基本的にいくらでもごまかしが効くよねみたいな話だし、重大な問題ではなかったりするんだけど、まあここにも書いてありますね、平面感を立体的にっていうね、立体的にしたいっていう話なんですけど、全体的にハイライトと影とコントラストが、まあ、控えめですよねっていう。で、その濃淡の差が弱いと、ものの立体感っていうのは抑えられる傾向にあるし、まあ、さっき上で説明したような、この他に強いところがあると、そういうちぐはぐさが出ちゃうよねっていうのにつながるので、ある程度ね、コントラストはコントロールをしっかりしてあげると、それだけでだいぶ変わると思います。ね、まとまりはあるんですけど、より質感を強めてもいいと思いますっていう、その質感っていう部分の話をまあすると、まあ順光なのであれば、こういう本来光が強く当たってる部分ってもうちょっと白い色になるよねっていう。で、いや、ベースの色がこの色なんですっていうのであれば、影がじゃあもっと濃くなるよねとか、まあ、あとは色かな、薄ピンク系使ってるから余計に暗く見えるよねっていうのもありますね。ハイライト当てるときって、正面で順光で当てるんだったら、まあ、室内灯の色にもよるんですけど、普通のまあ、白熱灯みたいなイメージでいくのであれば、このベースの色をもうちょっと明るくしてあげて、影をもうちょっと彩度を落としてあげて、彩度と明度を下げる。そうするとコントラストが強くなって、でもそうすると白い部分と黒い部分のコントラスト差が強くなりすぎちゃうから、結構ね、タラコマックスさん、影とかの部分にオーバーレイ使ってその色数増やしたりってことしてるんだけど、それを服とかで縁に、まあこれやってるんだけど、この縁の部分ちょっと明るい色が入ってると思うんだけど、黄色とか、まあ赤系の色を、まあ今僕が言ってたような色でやってあげると、それだけで順光の場合の、まあ服のコントラストっていうのは出せるから、少しね、やっぱり、色のところも丁寧にやってあげたらいいんじゃないかなっていうのは
感じますね。あ、なんか全然塗り込んだりはしないけど、ちょっと強い明かりを当ててあげるっていう。まあ、これほら光をさ少し強くしただけでもさ、方向とか特に意識してるわけではないんだけど、若干あの、わかる？同じ部屋の空気感になったと思うんだよね。っていう感じで、まあコントラストをこうやって少し上げてあげるだけでも、だいぶ変わるよねっていうお話ですね。うん。まあもしかしたらね、もっとコントラスト弱い方が好きっていう人も全然いるとは思うんですけど、まああくまで合わせてあげるっていうかね、その調整っていう部分ではこういう風にスクリーンかけてあげたりとか、オーバーレイだわ今回は、オーバーレイかけてあげるとかね、やるのは結構いいんじゃないかなと思いますね。はい、それではお疲れ様でした。またね、バイバーイ。